はい、皆さんこんにちは、ふみちゃんです。いや、夏真っ盛りですね。青春18切符シーズン、旅行シーズン、外出シーズンがやってきました。暑い。でもね、異常な猛暑です。僕らはやっぱり目的あって外出しますけどね、不要不急のね、外出はこの暑さはできるだけ用意した方がいいかもしれないですね。でも今日は出かけちゃいますよ。青春18切符ね、シーズン始まりました。今からね、浜松大阪に向かいますけども、とりあえず今日は米原まで向かいます。現在ね、午後4時を回るところ、4時3分発のね、豊橋行き、そこから、米原行きの快速に乗り換えて、米原まで今日は向かいたいと思います。橋を渡り終えますと、列車は荒井町駅に到着。浜松市を抜けまして静岡県の一番西、湖西市へと入ってまいります。荒井町駅を出ますと続く鷲津駅へと向かいます。列車は湖西市への中心部へと入ってまいります。
たいと思います。高橋駅では遅れていた上り貨物列車1050番列車を見ることができました。僕自身ですね、1050番列車の EF66 が牽引する1050番列車を見たのは約9年ぶりですね。17時1分発快速米原駅ですね。豊橋駅から唯一米原は直通の快速列車です。列車は120キロ走行を始めました。豊川橋梁、豊川放水路の橋梁を通過していきましょう。直線の線路が続きます。スピードの記録を求める方はぜひここで撮影してみてください。
東海道新幹線とも並走を再開いたしました。ただいま通過中の駅は大高駅。笠寺駅を通過、南大高付近からずっと並走してきた東海道新幹線ともしばしのお別れ。次の再開は名古屋駅です。手前で名鉄名古屋本線、そして名鉄常滑線とも、合流いたします。で、名鉄神宮前駅を通過。そして熱田駅を通過。結局今日は金山間の通過駅は全て紹介してしまいましたね。熱田駅を出ますと、まもなく金山駅に到着いたします。そして金山駅に到着いたしました。常に時刻は午後6時前、帰宅ラッシュの真っ只中にあります。駅を出まして約1時間、列車は名古屋駅に到着いたしました。名古屋駅を発車後、この列車は舞丸駅ですが、この日に限りまして大垣駅で運転を意識とのえ放送がございました。なお本日東海道本線レール温度上昇に伴いまして、一部区間速度を落として運転しておりましたため遅れが発生しております。その影響により、オリオン列車、本日途中大垣駅止まりとなります。大垣から先、田部井、関ヶ原、舞丸方面ご利用のお客様、オリオンの列車は大垣駅に1番線到着いたします。2番線に停車しております。舞丸駅をご利用ください。オリオンの列車は本日遅れに伴いまして、途中大垣駅止まりとなります。大垣駅から先、田部井、関ヶ原、舞丸方面ご利用のお客様、大垣駅2番線に停車しております。舞原駅にお乗り換えをお願いいたします。ただいま通過中は稲沢駅ですね。 JR 貨物と JR 東海の駅でもあります。東海の稲沢駅です。列車はこの後尾上一の宮に停車、発車後木曽川駅を通過、そして木曽川橋梁を通過中です。そして岐阜県へと入りました。名古屋駅から約20分、列車は岐阜駅に到着いたしました。
ここから終点米原までは、各駅停車となります。列車は岐阜駅を発車後、西岐阜駅に停車、そして岐阜貨物ターミナルの横目に、ただいま通過中の長良川橋梁です。橋梁を通過しました。入り川橋梁を渡り終え、まもなく大垣駅へと到着します。ご乗車ありがとうございました。まもなく大垣です。一番線に到着いたします。出口は左側です。ドアから手を離しお待ちください。本日東海道本線レール温度上昇に伴う遅れに伴いまして、ご利用の列車次の大垣駅止まりとなります。大垣から先、たるい、関ヶ原、米原方面ご利用のお客様、2番線に停車しております。米原駅の乗り換えをお願いいたします。また米原駅はお客様乗り換え終了次第発車いたします。軽い。そして大垣駅へと到着。向かい側2番線には、臨時の、米原駅の列車が入線しております。浜松駅から大垣駅までの東海道線車窓解説でした。次回もまたこのような動画を出してみたいと思います。はい、今ね大垣に到着しました。時刻は午後6時40分です。まあ、ちょっとね今回は想定外の出来事でしたがね、乗っていた列車米原駅が、本日に限りまして大垣止まりとなりました。まあ、すぐにね代替の列車がね発車運行されましたが、今回はねゆっくり大阪に着くだけと、本日はね大阪に着くだけでいいので、まあ、この後の列車でゆっくり大阪に向かいたいと思います。はい、18切符シーズンはね始まったばかりです。しばらくね旅行動画中心のね動画を上げていきたいと思いますので、皆さんご期待ください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。以上、ふみチャンネル、ふみちゃんでした。